企業は今のところ目立った動きを見せていませんが取材を進めますと EU 離脱の先を睨んだ動きが密かに始まっていることが分かりました先月都内でイギリスの EU 離脱を受けた緊急セミナーが開かれ200人以上の企業関係者が殺到した GDP の関税を日本から EU に送るときに払って EU からイギリスに送るときにさらに払うということが起こるかもしれないとぜひ日本企業の方々も今のうちに行動を起こされるということをお勧めしましてイギリスの EU 離脱をめぐってはすでにイギリスのボーダフォンなどが本社をを国外に移す可能性を表明日本企業も対応を迫られている。 いろいろ調べなければいけないと思っていますしあの慎重にならなきゃいけないということになりますのでかなり衝撃は大きいと思います、ね、一方イギリスから脱出する企業の動きをチャンスと捉える国があるイギリスの西側 EU 加盟国のアイルランドだ。 首都ダブリンにある人材紹介会社をのくと従業員たちは電話にかかりきりだアイルランドで人材を探す外国企業が急激に増えているのだという。

Land. ただイギリスからの撤退は従業員の解雇などに直結するデリケートな問題このためイギリスに進出する日本企業の多くは表向き方針を明確にしていないしかし 日本企業に経営のアドバイスを行うロンドン在住の専門家は様子眺めというふうに見えるけれども目に見えないところで、えー、アクションはもう早速起こしていかれる今日本企業の間でよく検討されておられるのはスコットランド。 イギリスの一部であり EU から離脱することになるのだが街の声を聞くと。I think Scotland 独立して EU に残留すべきという声が多く聞かれるではスコットランドの自治政府は経済政策のキーマンを直撃 今後、イギリスが EU から離脱してもスコットランドがイギリスから独立し EU にとどまると。 スコットランドに企業の本拠地があればこれまで通り EU 市場にアクセスできるのだ例えば日本企業さんはそのスコットランドに支店があればそれを支店ではなくてスコットランド現地法人に変えておくとそうすると万が一スコットランドが独立してもそこを使えると。 スコットランドで不動産会社を営むフォーセットさん今生産拠点を作りたいという外国企業からの問い合わせが増えているというフォーセットさんは外国企業の需要を見込み 倉庫などを作り始めていた近く、日本企業の生産拠点を作る契約がまとまるという。 脱イギリスへ動き出した日本企業その受け皿を巡る駆け引きが始まっている。